鶴田町3414より BB です。チャイです。はい、ということで本日はここ鶴田町よりお送りします。よろしくお願いします。お願いします。それですね、はい、今回は、はい、チャンヒ君のワークパンツ、はい、もう4ヶ月経つ。そうですね、4ヶ月経っちゃいましたけど。4ヶ月ということは、はい、大体もう16回も洗ったと。そうですね、はい、そんぐらい洗いました。16回ももう洗ったんですね、はい、普通のジーンズ16回洗うのちょっとこのアメカジ界隈だと16回ってのはかなり年数経っちゃいますけど、はい、そうですよ。それも4ヶ月で制覇したということ、はい、週1で洗ってますから、はい、そしてその前にちょっとチャンヒ君今日これ、はい、画面見ると私たち今年モデルのアロハシャツですね。はい、これやばいっすね。やっぱやばいっすよね。ドゥニームの、はい、結構10年以上前の、はい、どうですかこれ。もう買ってからちょっと経ちますけど。いや、いいですよ。これ清涼感あって、なんか清涼感、はい、逆にこっち清涼感全然ないですけど、いやいやいや、なんかでもやっぱでもなんかね、そうあんまりも絶対持ってない感じのアロハシャツなんで、すごいですね、やっぱその青の感じやっぱいいですね、はい、こうやって見てても、はい、なんかでも同じ水色な感じでいいっすね、今日は。はい、夏ですね。夏、夏真っ盛り。なんか中にダルチザンかなんかの T シャツ着てますか。そうですね、はい、サイズ何センチ、何センチですか。サイズは何なんですか。これ M ですね。 M? はい、でも普通の T シャツの S ぐらいじゃないですか、やっぱり。あ、多分そんぐらいのサイズ感では。平野さんがここだけの話、はいはい、T シャツ 2XL になっちゃったんですよ。ダルチのですか。はい、もう XL の上行っちゃって、あ、今まででも XL だったんですか。いや、わかんないですよ、そこが。それなんで、とりあえず 2XL 行っちゃったってことで、はい、だちょっとサイズが難しいなっていうのがあるんですけど、はい、でもキングオンズとダルチのコラボの T シャツとかは、はい、まあ、僕 S でちょうどよかったんで、はい、まあでも M でも、まあ、ちょっと丈が長いから。まあそうですね、でもいい感じで。まあ、これはね、着てみないとね、メーカーでサイズいろいろありますからね。確かに、やっぱ個体差はありますからね。はい、はい、それなんで、はい、もうね、なんで T シャツの話してるのかわかんないですけどはい、まあジャンイ君の、はい、これということで。そうですね、ここに今隠れてる、下にあるんで、はい、はい、これちょっとあれ、ジーンズじゃなかったですもんね、今回ね。そうですね、今回は違った、ワークパンツ。ワークパンツみたいな、はい、シュガーケーンのストライプでしたっけ、はい、リバティストライプ。リバティストライプ、はい、ちょっとかっこいい青の、青黒のラインが入っている、うん、これが一体どうなるのかっつ、そうですね、ちょっとまだ予想つかないですか。そうですね、デニムキングも楽しみにしている色落ちですからね。はい、はい、これを落ちたところ見たことないって言ったので、はい、それと、はい、今回は私はブーツを持ってきました。はい、はい、こちらですね。ザ・おフーモンキーのスポルティフという、スポルティフ、はい、おーブーツです。これ US サイズ8、はい、あの普通レッドウィング あのベックマンとか、はい、全部8半なんですけど、あ、6.5、はい、はい、一応このメーカーの人にすごく、はい、あのぴっちりあのかっこよく履きたいと言ったら、はい、このサイズを指定され、そして履いたところ、はい、めちゃくちゃぴったりだったんで、はい、ちょこっと大きいんじゃないですかね、はい、靴の作りが。あ、なるほど、少しだけ、はい、それなんで。だからハーフサイズちっちゃくてもいける。そう、もう怖かったですけどね、ハーフサイズ下げるのって。確かに。とりあえず、はい、チャンヒ君の、はい、このワークパンツ見たいんですけど、はい、その前に私の方から見てもらいたいなと思います。はい、はい、ちなみに今回の隠し撮り T シャツは三原純子の T シャツでございますカシオですよ。三原純子のカシオって何ですか。これ僕すっごいもう二十歳の頃から着まくってたんですけど、はい、これちょっと文房具屋さんで、はい、景品かなんかで、電卓かなんかのか、ちょっと僕知らないですけど、ノベルティみたいな。ノベルティですねそれがなんか渡されてずっと保管したってやつを、はい、その10代の頃にもらって、はい、もう僕の一長羅でしたね、大好きで着てたもう着すぎてちょっとボロボロになってますけど、これ三原純子T、やばいっすね、かっこいいっすね、かっこいい、かっこいいっすね、こうやって今見るとね確かに、うん、めっちゃかっこいい。まあ、いや、そんな三原純子T から出てくる私のスポルティフ、はい、どんくらい履いたんですかね。まあ履いた回数で言うと30回か35回っすね。あ、結構履いて、結構履いてます、はい、それじゃあ、はい、スポルティフ35回はこちらだ、いっちゃってください。うわ、はい、こんな感じで、うわ、シワとかが、こんな感じでね、今、はい、うわ、かっこいい、カーフ、うわ、シワの入り方すごいっすね。そうですね、フレンチカーフ、はい、カーフっていう革は今まで履いたことなかったんですけど、はい、
今回初めて履きまして、あ、薄いっすね、この革な感じが、薄くて、なんか他の、あ、本当だ、ブーツよりかは、はい、なんかライトな感じです。そう、ちょっとペラペラするような、はい、でもいい革の感じが、いい感じでね、本当にシワの入り方がいいですね、うん、これうわ、かっこいい。こういう、なんですか、ブーツの形で、はい、あのレッドインとかのアイリッシュセッターっていうのが、ね、はい、一番有名なあの靴っぽくてちょっとごっつくなるのかなと思って、はい、まあ難しい靴なんかなと思ったら、もうめちゃくちゃもうこの絞り方とかタイトなんですよ、この靴意外と。ほうそう、こだわってここをすごいっす、やってる靴なんで、はい、めちゃくちゃあの細いジーンズとか合うし、もうぴっちりした系に合うんですね。全然もう例えばスキニージーンズみたいでピタッとしても、はい、こいつが主張しすぎないというか、お、うん、普通にスニーカーとか、はい、コンバース、コンバース的オールスター、はい、そこまでやっちゃ大げさかもしれないけど、うん、でもモンキーブーツみたいな感じで、お、履けてすごいいいですね。かっこいいな。はい。まあでも強いて言うならちょっとあのまあちょっとね、はい、あの事故がありましてね。事故ですね。もう普通に紐縛っていったら、はい、この穴あるじゃないですか、これ。はいはいはい、これがこう取れるんですよ、これ。これがこうやって。本当だ。でこれがちょっと僕的には、はい、まあこれギャッと締めた後に、はい、ここに穴入れるっていう一作業増えてるんですよ。もうそこ縛って、はい、ギュッと足開いてからこれをグニグニって戻すっていう作業なんで、これちょっと面倒くさいんですけど、はい、これってまあちょっとあんまよくわかんないですけど、アロンアルファでつけていいんですかね。俺結構アロンアルファで自分でやっちゃうかの迷ってるんですけど。でも接着剤でついてたってことはハマってたんですか、ね。接着剤なんですか。いやちょっとあんまり怖くて、はいはい、ね、内側から見て。どうしよっかなみたいな感じなんですけど、まあ、こんな感じで初めて取りました。紐を取るともう、まあ、これが紐を取ると取れると、はい、これどうなんですか、靴職人というか、これ見てる人いたらアロンアルファでこんなの一発でくっつけちめんってならもう余裕でくっつけますけど、まあそうですね、アロンアルファあれば一発でついちゃいますもんね。もしあのコメント誰か靴職人さんいましたら、これは、はい、そんなのアロンアルファで一発でつけちめんってちゃんと教えてくれたら心が決まってなんかしますんで、よろしくお願いします。はい、そして、はい、これと同時にあのこの前チャンヒー君の、はい、あのジーンズの経年会の時これやったじゃないですか、僕のこの、はい、ミネゾースポーツシューズの経年会、はい、その時につま先が剥がれちゃってアロンアロファでやったって言ったじゃん、はい、やっぱアロンアロファってなんか汚らしい感じもたまに出ちゃうんで、だからこれちょっと迷ってるんですけど、はい、これ、はい、あれからミネゾーさんにスポーツに送って、はい、トゥー直してもらいました。おこちらでございます。はい、中元で、おもうこれはもう頑丈ですね。もうつけてもらっちゃいましたから、はい、チップをコンビニでカチカチ言いますねローリングダブトリオみたいな。そうですね、はい、まあ、これをつけてもらったんでもうつま先が開くこともなければアロアロハをつけることもないでしょう。はい、これは当分、まあ、だいたい4000円ぐらいですか。おお、これ大丈夫でしょ。もういやめっちゃ綺麗ですね。なんかすごいこれ、ね、出来上がってきた時めちゃくちゃかっこよかったんだけど、はい、その時に YouTube 撮ろうか迷ったんですけど、はい、我慢できなくて結構履いちゃって、はいはい、ちょっともう傷だらけになってるんですけど、でもすごい、そうこういうことをすると、もう取れる心配はない。そう、それなんでこれはどうなるかというね。確かに、はい、まあ、そんな感じで経年変化、はい、かっこいい、かっこよろしい。はい、30回ぐらい履くとこんな感じになると。30回、まあ1ヶ月ぐらい履いて、まあそうだね、1ヶ月日では、そう、毎日1ヶ月履くと、はい、こんな感じになると、うん、そう、丁寧に履いてたけど、はい、丁寧に履いててもやっぱり、いやでもシワの入り方がすごい、そう、こういうの傷つきますね、やっぱね、もう、あー、もう余裕で、なんか先に言ったら結構こういう内側とかも、もううわ、結構な傷入ってるんじゃないですか、それ。もうね、まあこういうの入っちゃうんですね、はい、いい感じで、はい、あとこれちょっと靴の裏、はい、ここら辺に線がこう入ったりしてるじゃないですか、はい、これこの間ライブハウスの外でガムを踏んで、はい、うわ、踏んだ瞬間地面にこうずっと擦りつけてたんですよ、はい、そしたらこの裏がなんか変な
線がめっちゃ入っちゃったっていう。うわ、だからそう、皆さんあのガムを路上に捨てないでください。そうですね、あれは良くないですからね、はい、もうすげえこのブーツで踏むと結構テンション下がるんで。いや本当ですよ、こっちは大丈夫か、ガム捨て禁止ということで。そうですね、あれは良くないですから。はい、ということで、はい、スポルティフの僕は30回バキ、はいはい、経年変化でございました。かっこいい。約1ヶ月ってことだね。もうそうですね、1ヶ月毎日気にすると1ヶ月。そうです、ちょっとあれ、はい、1ヶ月しか履いてないんだって今思ったね、はい、結構履いてる感じがしたけど、あ、まあ、そのとあれ的には、 う、 うん、まあ、1ヶ月。チャンヒー君のはリアルのあれですからね。リアルに4ヶ月、リアルの4ヶ月だもんね。すごいっすね、やっぱ毎日履くっていうのは。はい、はい、それじゃあ、はい、行っちゃいますか。行っちゃいますか。はい、チャンヒー君の T シャツを隠してるのは、はい、出ましたね、これレッスルマニアセブンスね。レス、なんすかそのストリートファイターの。レッスルマニアっつうのアメリカのプロレスの、はい、もうめちゃくちゃ、はい、年一のイベントっすよ。あ、もうとんでもねえ人が集まる、とんでもない、とんでもねえ人が集まる、もう、はい、もうスーパーのイベント。これは1991年、はい、後ろに書いてあります。マーチ24日ということで、3月24日にやった試合ですね、はい、これをね古着屋で見つけた時はテンション上がって買いましたよ。やばいっすね、これ現地もんなんですかね。どうなのね、これもう、はい、かっこいい。そう、古着屋でかっこよくてもうすぐ買っちゃいましたけど、はい、まあそんな感じでハルク・ホーガンがかっこよくいるんで、かっこいい。この下にそのハルク・ホーガンよりもかっこいいリバティストライプ、はい、ワークパンツが出てきます、はい、行っちゃいましょう。はい、はい、こちらです。お、どうですか。いや、これね、でも、あ、やっぱすごい色褪せてる。いや、薄くは、いや、これね、はい、もう、本物を僕は見たことあるんで、その、はい、履く前の、はい、全然、あれですね、色が落ち着いてきたというか。そうですね、なんか、青が弱くなってる、はい、ちょっと明るくなってきたんですか。これ、光の関係で、よりちょっと明るくなっちゃってるけど、はい、そうですね、それでも、はい、ここら辺で見るとあれか、もう本当に全然違うんじゃないですか、なんか、なんかこれ、いや、本当に白っぽさがなんか出てきてる。そうなんですよ、これ白っぽ角とかが結構なんか白っぽい感じがやっぱ出てきてますね。最初は綺麗な感じのなんか青黒で、はい、すげえかっこいいみたいな感じだったけど、そうですね、本当になんか古着みたくなってきてる。じゃあもう全部、全部、お、どんな感じっすか、はい、でもあれ、なんかいつもここら辺がなんか超色落ちするのになんかまだ、はい、まだ大丈夫っすね。大丈夫なんで、こっからそうなってくの。これもやっぱりここら辺がなんかバランス良くないですか。今回意外とバランスいいかもしれないですね。なんかね、いつもだったらこっちの方が荒れ果てるじゃんけど、こっちも色ちゃんとなんかバランスよく色落ちちゃってるような、はい、全体的になんか落ちてますね、これは。そうですよね、全体的に。でも、まあ、どうなんだろう、右側の方が多少白い、やっぱこっちの方が白い感じはありますけど、まあ今までの見るとこっちばっかやっぱ、確かにここら辺がボロボロになって、はい、ここら辺が落ちてく。まだでも、まだでも全然こちら裏っすね。やっぱジーンズと違うんですかね、はい、色落ちの仕方が。確かに全然、ほらいい感じっすか。いい感じですね。なんかまだまだなんか、はい、でもこれ本当に今の時期とか、これ11オスで結構薄いんすよ。あ、今やっぱジーンズ今まで全部14、15、はい、そうですね、大体そこら辺だ、はい、これ薄くて動きやすいし、はい、薄いから今の時期にぴったりって。おー、やば、え、これなんすか。あ、それ多分もうかかとで踏んじゃってんかもしれないです、これ。いや、早っ。左、多分これ左足かな、左足だけ、なんか左足ですね、はい。これ2ロールアップして履いてるんですけど、めちゃくちゃ、あれもう結構破けてる。いや、なんかまだまだいい感じで綺麗ですねと思ったら、もうこんなぶっちぎれてんじゃないですか。切れちゃって、アディダスの2本3本が1本になっちゃってるんですか。結構裾系はやっぱ早いかもしれないですね。裾系つかもう踏んじゃってんだよ、これね。そうですね、結構すげー、なんか横からこのなんかチャコールみたいな糸が出てるよ、これ。すげー、なんか見えなかった糸の色みたいな、なんか黒っぽい糸が出てきてます。なんかこう茶色だよ、これ、はい、なんかこれ確か横糸がチャコール、チャコールグレーみたいな、グレーとか書いてあるのかね、はい、で縦糸が硫化ブラックとインディゴ、インディゴなんですよね、はい、これね、最初インディゴじゃなくてこういうなんか普通の青かなと思った。そうです、
インディゴ使われてインディゴと硫化ブラックという硫化ブラック、はい、いやこれなんかよく見ておしゃれっすねこれ本当にかっこいいですよねどうなんですか仕事でこれ履いてていやでもちょっとカッコつけみたくなっちゃうんじゃないですかいやいやいやそんなことないそんなことないっすけどそんなことにはならない、はい、いやいやワークパンツらしいじゃ本当にらしいからちなみにここ使ったりしますこれあのここめっちゃ使わせていただいてますマジで、はい、何入れんのこうカッター入れるんですけどすごいちょうどよくて、今までこれがなかったからこっちに入れてたんですよやっぱりそれでなんかここの痛みが激しかった可能性もあるってことだもんね、はい、だからこれ1個増えてちょうど本当にいいポケットでこれ仕事に使うカッターを入れて、はい、ここちょっと形できてますもんねこれ、はい、なんか本当にすごい便利なこれからもうシャンヒーこういう系のパンツになっちゃうんじゃないですかもういやこれは本当便利だからちょっとこういう系ありがたいですおしゃれですしいやでもまだ良かったっすよ、うん、なんかボロボロになってなくてはい、まあ、まだ4ヶ月ですからねでも大体2年間では崩壊しますよねそうです2年で崩壊しますわかんないもうあと半年したらすごいことになってるやっぱ11オンスだから、はい、ちょこっと崩壊が早い可能性もありますそうですよね、うん、ちょっとなんか破けてきたら一気に来ちゃいそうな薄いからあれもありますけどいや、はい、でもかっこいいっすね、はい、もう全体的になんか色落ちちょっと落ち着いてきてる感じがそうですね、はい、それはいいっすね多分パッチもちょっと色薄くなってきたかもしれないパッチどんな、まあ、元から薄かったですけどさらにちょっと16回洗っちゃってるからねそうです16回なかなか洗わないんじゃないですかこういう16回1年に1回洗うとかじゃないですか多分こういうの普段着でね、はい、着るとなかなかそうですよね洗わないで洗わないで、はい、頑張って頑張ってなんかいつか洗うみたいなね、はい、やり方しちゃいますけど週1で洗っちゃってますから週1やっぱ強いっすね強いっすよ、うんまあ、まだ半年はいってまだね、うんはい、4ヶ月16回ということではいいやでもこれからこのジーンズまた期待できますねそうですねまだ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 期待できる上昇かもしれない上昇かもしれない、はい、そして私はまずこいつ問題を、はい、そうですねそうこれ解決して、はい、これだから指で入れるでしょ、はい、でも歩いてる時とかにまたこの紐の方にこう取れて動いてる時もあるのよあやばいかっこ悪いと思って、はい、それをまた直すんだけどもうやっぱ固定しちゃった方がいいですもんね固定はあれかいアロマかいそれともどっか靴屋に持ってくとかあ栃木県にあるんですかねこれ直してくれるでもなんかそういうありますよねカバンの修理屋みたいなそういうとこであれやってくれるんですかあわよくばデニムキングあそうですね、はい、みんなのボンドでつけちゃいねえよって木工用ボンドとかつけられると黄色いやつ面白い木工用ボンドになるかもしれない、はい、ということで、はい、まあとりあえず、はい、久しぶりにそうですねこれをちょっと見れてよかったです、はいまあ、そして、はい最近、はい、シャンヒーが久しぶりにライブしたじゃないですかそうですねこの時のメガネがマジヤバかったんですよいやいやいやライブの時のサングラスが、はい、ちょっと写真を出しといてほしいんですけどす、はい、何を考えてんかなみたいなこれで1日過ごしてましたからね今こんななんか可愛らしい普通のメガネしてますけど、はい、マジでもヤバかった衝撃的なメガネを僕は、はい、もう見ました宇都宮の街を平気であれをねシャンヒーを見てうんSNS でも上がってましたからねびっくりしましたよねライブの時のあのメガネ、うん、もしよかったら皆さんも買ったらどうでしょうか、はい、そうですね、はい、探して買ってくださいどっかに売ってんすかねいやもう探せば売って探せば売ってはいわかりましたじゃあ皆さんもぜひ探してみてくださいはいってことで今回はシュガーケンのリバティストライプワークパンツはいそしてスポルティフはいそしてミエゾーシューズのはいこのトゥーがトゥーが進化したよっていうことでもらったとはい、はい、回でございました、はい、ということで、はい、ありがとうございました VB でしたチャイでしたバイバーイバイバイ。